エイベックスマネジメント学園。今回の学園は前回に引き続き校長こと DJ コーがエイベックスの新たな後輩を校長参観。今日ご紹介するのはイケヤー、イケヤです。校長参観を受ける後輩は歌手でもないダンサーでもない、下手でいい間違ってもいい、とにかく一生懸命がモットーのニュージャンルパフォーマンス集団イケヤ。前回彼らは校長参観のメイン企画クイズ DJ 校長を読み解けを行う前にマインドハッカートニージャンと1個のドミノを誰が持っているかをハッキングするサーチングドミノゲームで対決。この勝負はトニーが失敗すれば校長がイケヤのリクエストに何でも答える。しかしハッキングされてしまうとイケヤが校長の無茶ぶりに応えるという罰ゲームをかけゲームスタート。広げて入ってな、手広げて、おお。次々と見破られていき残すは3人になってしまったイケヤ。確率は6分の1。果たして勝つのはどっち。全部ノーって答えでね。持ってる持ってる持ってる、両手を下ろして広げて、入ってないでしょ。次は全部はいと言って、持ってる持ってる、両手を下ろして、両手を下ろして、両手広げて、入ってない。チャンスあげるね。両手後ろにいてもらって、同じ手でもいいんだけど、書いてもいい。確率38分の1から始まった対決も、いよいよ確率2分の1。イケヤ、ここまでか。利き手はどっち？右です。利き手は右手。ではまずは右手ゆっくり前に出して。こういう感じで。次僕の目見て。リモコン使うときどうして手使う？家で。あ、右です。もう答えてってるね。冗談書いてるでしょ。これがマインド。イケヤ残念。ということで罰ゲーム、校長の無茶振りタイム。イケヤの皆さん、とにかく一生懸命全力で校長のお題に答えてください。オリンピックの競技、5つの競技を表現してください。3、2、1、どうぞ。これがイケヤのメンバーの罰ゲームだと思っていいですか。じゃあ、絶対誰もやったことがないモノマネ、3、2、1、ブレイクダウン。おい、イケヤの絶対誰もやったことのないモノマネだとしていいか、受け取っていいか。ちょっとダメだよ、裏の裏の裏の、イケヤの最新兵器、絶対に誰でもやるモノマネを、いくよ、3、2、1、ブレイクダウン。お前なんだこの野郎、お前なんだこの野郎。おああ、代々木が思いっきり静まってるんで。いやイケヤのメンバーは、あの一生懸命があるでしょ。そうです、一生懸命が。どのぐらい一生懸命か。もう泥臭く、男臭く。じゃあ泥臭い DJ コーのモノマネお願いします。3、2、1、ブレイクダウン。イージーとダース、イージーとダース、イージーとダース、DJコーです。おい、お前らの DJ コーのモノマネはこんなもんか。イケヤの皆さん、これを糧にした今後の成長、期待しています。それでは今回の校長参観のメイン企画クイズ DJ 校長を読み解けに参ります。このクイズはトニーが校長にマインドハックメモリーズダイブを行い、校長しか知らない校長の弱点をハッキング。イケヤはその様子をヒントにしながら校長の弱点を考えて答えるクイズ。イケヤには新人アーティストとしてのレベルアップを目指し、この1問だけの一発勝負で結果を残してもらいます。
例えば一番好きな食べ物は何ですか？フレンチトースト。一番苦手の食べ物は？スミレ。今の弱点は大体持てる弱点ですか？そうでもないですか？いや持ってると思う。あ、みんな持ってる、うんうん、男女関係なく、男女関係なく、うん、子供の時からずっとこの弱点がある。それがちょっと大人になってから、あ、それは僕の弱点なんだって気づいたとか、どっちですか？子供の頃からあるね。子供の頃からか、うん、じゃあすごいいい頻度だから子供の時の弱点、ああいうのしかないんだよ。あ、何しかない。あ、僕多分頻度が出てきてるけど、ちょっと体と関係あります？ある。体の一部分ですか？そう。え？ OK、 もうあなたのマインドハッキングしました。なるほど。体のどこが苦手なんですか？僕の目見てくださいね。あ、もうちょっと頻度いきますね。全部 NO で答えてくださいね。はい。上半身ですか？ NO。 下半身ですか？ NO。 分かったそうですか。ありがとうございます。トニーのマインドハックをヒントに、イケアは校長の弱点を読み解けたのか。本日のクライマックス、クライマックス、クイズ校長を読み解け。じゃあイケアの方から発表していただきましょう、はい、どうぞ。うなじ正解ですか？なんで分かった？マジっすか？え、おお、まあ、それはまあ一発目のな、つかみだよな。まだ他にあったりするんでしょ。膝こそ、ザコゾウ惜しい。ちょっと惜しい。ハートがついてるのはちょっと好意が思う。あ、そうですね。残念。残念。それでは校長、弱点の発表お願いします。 DJ コーが苦手なものは、なるほど。校長の苦手な歯医者、果たしてトニーはマインドハックできているのか。やばい、やばい、マジで。トニー正解。これはどこで分かったの？分からないですよね。なるほど。これがマインドハックです。歯医者、はい、歯医者なんて、だって無防備でさ、やられるの嫌じゃない。俺だから歯医者に行くときは俺衣装で行くから。あの、なんかうわ、すごく時間がなくて忙しいだから来たから、早く痛くないようにやんなきゃいけないっていう、そこだけは俺のアーティスト風吹かすから。痛かったら左手上げてくださいね、パーンってやるよ。学んだか？はい、学んだ。ありがとうございます。残念ながらクイズは正解できなかったイケア。しかしアーティストとして着実に一歩ずつ成長している彼らの今後の活躍に乞うご期待。次回の ABEX マネジメント学園は、納豆部竹志直樹がダイス花村部長の指令を受け、納豆の聖地茨城マルシェに潜入調査。一口だけっすよ部長。はい、キャラ変した竹志のネバヤバ調査、超必見。お楽しみに。